未来金井橋の展望台の方にですね、ちょっと行きたいと思います。入れるの？あ、入れるんじゃん。あ、車でここまで来れたって言ってたんだ。今は来れないと。到着しました。ここがですね、展望台になるそうですね。女性が一人ですね、佇んでますね。はい、ということでここです。おー、結構景色いいですね。交差してるんですね。なるほどね。ここの方があっちは太平洋になるんですかね。はい、まあ、こんな感じです。一応展望台ということです。それでは出発したいと思いますが、皆さんにお願いがございます。携帯電話、スマートフォン、今のうちにマナーモードでお願いいたします。谷内の石や動植物、動かしたり持ち帰ったりしないようにお願いいたします。写真撮影、ビデオの撮影は禁止しておりません。お好きなところでお撮りください。ただし360度カメラやドローンを使った撮影、動画の YouTube などへのアップロードはご遠慮いただいております。ネタバレ防止にご協力お願いいたします。写真の投稿は OK です。お一人に1本ずつ冷たいお茶、塩麦茶ご用意しております。
れではここで解散となります。本日は最後までありがとうございました、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。残りも楽しんでくださいね。美味しいお昼食べてくださいね。ありがとうございます。いやいやいや、すっごい湿度 120% ぐらいだったね。雨が降ってなくても。はい、着きました。ガンガラの谷以上です。お疲れ様でした。アムラーメンでした。ここから大武島に渡りますね。ホイトブルステイ右方向です。その先500m で目的地終点です。右方向です。右の方向。なんかね、食べ物屋さんなんかいっぱいあるみたい。 500m 先目的地。あ、釣りやってんじゃんや。いいなぁ、釣りやっちゃって。あ、なんか釣れてんじゃん。何あれ、藻が釣れてる。もう混んでっかなぁ。うちの方にですね、ゴンプラ屋さんがあるそうです。ちょっと並んでますね。やっぱ3連休ですからね。着きました。ここでですね、注文を書くそうなんですよ。何分待ちたい？ここで注文を書くの。安いじゃん。100円だって。魚、イカ、もずく。もずくうまいかな。4番。なんかいっぱいあってよくわかんない。みんな名前が一応載ってるから。カニ、カニチーズ、何カニ、ウムニーって何。ベニーモ、ベニーモか。あ、魚にしよう。魚、魚、はい、ソースカップ。はい、すいません、ありがとうございます。これ1個買っていこうかな。はい、大玉ジューシーは数量限定で販売してます。これ1個買っていこう、うん、はい、ありがとうございます。ジューシーお一つでよろしいですか、うん、1個でいい。あと、はい、これも、はい、あ、ありがとうございます。1個ずつで、はい、よろしいですか。はい、ありがとうございます。全部でですね、880円頂戴します。これ割り箸つくの。あ、割り箸はね、あと1個もう一本有料になっちゃうんですよ。あ、私持ってるからいい。持ってる？大丈夫ですか？申し訳ないです。あとソース、ソースは、はい、あ、ソースはね、ソース入りで20円で販売してます。あ、じゃあ1個それでちょうだい。はい、うん、以上でよろしいですか、はい、うん、はい、ありがとうございます。で、番号札がですね、18番でお待ちください、はい、はい、ありがとうございました。はい、この中でも食べられるみたいですね。いや、混んでますね。いつもこんな混んでるんですかね。大城天ぷら店。大城でいいのかな、大ぐすくかな。橋を渡ったですね、ちょっと島になってるところですね。こんなところです。向こうの方で貝を取ったり釣りをしたりしてますね。で、ぐるっと回って大城天ぷら店になります。これがですね、特製ポータブルですね。これが特製ジューシーです。それではですね、いただきたいと思います。イカと、ん？これが何？これがイカかな。これはウインナー。ウインナー。で、これがもずくです。で、タレはですね、ソース、ソースになります。味ついてるって話なんだけど、もずく、もずくの天ぷらいただきます。ん、
うん、味ついてるよ、うん、熱くて美味しいっすよ、意外と、うん、もちもちならジューシーおにぎり、うん、ウインナーいただきます。あ、違う？ウインナーだね。こんな感じ。魚か。魚。魚。ウインナーじゃない。魚の天ぷらです。ちょっと待って。はい。どうもごちそうさまでした。飲むラーメンでした。カエルさん。カエルさんがいますね。はい、竜宮神というところに来ました。それではですね、ちょっと降りてみたいと思います。これですか、これが竜宮神っていうんですかね。来ました、竜宮神っていうところですかね。感じですね。向こうの方で釣りしてますね。干潮になると釣りができるみたいですね。ああ、ボートが来てますね。はい。いやー、干潮の時に来てよかったですね。よく見えますね。はい、このようなところに来てます。沖縄県南城市のパーラー形というところです。何しに来たかと言いますと、当然この沖縄ぜんざいを食べに来てます。今回一発目のぜんざいですね。楽しみですね。ミルクぜんざい第2つ。え、すぐ食べますか。はい、お店の雰囲気がですね、こんな感じです。はい、ミルクぜんざい来ました。大です。沖縄で今回初のぜんざいです。はい、じゃあまずはいただきます。いただきます。いやー、これが食べたかったんだよね。一応ね、お豆も入ってますね。この白玉をですね、白玉をいただきたいと思います。半分食べたところです。どうやろ、なんかあっという間になくなってくる。ああ、体が冷えてきた。うん、ああ、あれだけガンガラで、もう一回一つお願いしたくて、ぜんざいの賞を持ち帰りでやる。続々と来る。賞も持ち帰り。
いや、もうなくなっちゃいます、なくなっちゃいます。ママが好きそうなんです。こんなにあったのか。うん、たまらん。ダスト白玉、完食。うん、ようやく体が冷えたな。はい、どうもごちそうさまでした。いやー、惜しかったです、惜しかったですよ。パーラー形、美味しかったです。ごちそうさまでした。ラムラーメンでした。